ありがとうございます。はい、いかがでしょうか。多くのお客様にご来場いただきました。それでは早速ついに日本で初日を迎えました。今のお気持ちも踏まえまして皆さんからご挨拶をいただきたいと思います。まずはじめに主人公の正とを演じられました斉藤たさんです。 えー、皆さんこんにちは斉藤拓実と申します、えー、マサトという役を演じております、えー、公開までに約2年ぐらいの月日が経ったんですけどあのまあ、ヨーロッパだったりアメリカ、えー、引いてはブラジルまで、えー、この作品は世界を旅して、えー、日本にようやく、えー、到着しましたあの本当に僕の俳優としての体験の中でもこんなに心に素直に カメラの前にカメラを意識せずに入れたことはない作品です、えー、作品の内容としてもとっても意味深い、えー、作品なので大切な大切な作品皆さん、えー、本日お越しください本当にありがとうございますありがとうございました続きまして正人の父親和夫を演じられました井原剛さんですえー トの父を演じました井原剛です今横に並んでると兄弟みたいですが映画では父を演じました、えー、本当に約40か国ぐらいもう公開すでに公開されてやっと日本ということで本当に今日の日を、えー、僕自身も、えー、嬉しく思います今日はよろしくお願いしますありがとうございました そして和雄の弟であり正人の叔父である昭雄を演じられました別所哲也さんです。正人、えー、の叔父を演じました昭雄です、えー。今回はこの作品で、えー、斉藤匠さんとなんていうんでしょうね同士のように感じるいろんな意味で映画愛が一つの作品の中でこうやって共演がかなって。 えー、またあのこの作品は僕にとっても斎藤工さんにとっても井原さんにとってもこの国際的な舞台でやらせていただける素晴らしい作品として僕の中にも心に刻まれるものになりました、えー、皆さんがご覧になってどんな思いになるのか楽しみにしておりますよろしししくおお願いいいいいままますすありがととととうううごござざたついに日本公開ということでおめでめさて すでに映画をご覧になっている方、もう一回手を挙げていただいていいですか、こんなにもう見ていただいたということでね、ありがとうございます、まあ、これから見ていただくお客様もいらっしゃるとは思うんですけれども、でもちょっと簡単に、あのこのお三方は親族でいらっしゃるのは、もう皆さんご存知になっていると思いますけれども、ちょうど3人でご一緒しているシーンがラーメン屋さんのシーンでございますよね。この並びだったかな 伊原さんとウェさんが逆だったかもしれないね。そうですね。あ、俺はこっちだね。はそう、僕あっちでした。スープの鍋がねこっちにあるんですよね。そっちはあの麺担当で。はいはい。大体こんな感じや。まあまあそうですね。こんな感じこんな感じの店なんで。でれんがここにあるんで。あ、そうそうそう。 んんお客さん見えないというね、あのね、ここだね、三メートル五十だからね身長がね、それぞれ三メートル五十なので、<laughs> はい、いやでもねお客様たちねこの三人がいらっしゃるラーメン屋さん行きたいですよね。本当に実在していたら行きたいなったと思います。<laughs> いかがでしたか皆様こ三人揃って共演して改めてどんな思い出がございますでしょうか。<laughs> あのー、まあ。 僕が親父なんですけど出会った時は高校生で同級生の役を一番最初に愛とマことというね。しましてその次にえまああの病院の同僚の先輩後輩の役で今度は父親でどんどん近づいてますね。何に近づいてる僕らがです関係性がです。そうですね。<はい S 2> 次はじゃあ恋人役？もうもうもう。 なんかあの不思議な感じで実はでも僕の長男が少し匠に似てましてあの本人が言われるそうで,ですごいなんかこう縁を感じて僕は俺の息子だと信じきって演じてました、はい、光栄です。はい <laughs> <laughs> いやでも本当に僕はあのお二人の背中というか特に国際的な活動に関しては本当にお二人とも独自にあのハリウッドにも行かれてあの国境を越えていく俳優さんとしてあの憧れのお二人とまたこういった国際的なプロジェクトでご一緒できるっていうことが松田聖子さんもそうですけど本当に光栄でしたね。はい 本当にそうですよねシンガポール、日本、フランスの合作でこうやって海外でも、ね、お仕事をされた井原さんですとか別所さんも映画を広げるというお仕事を斉藤工さんとある意味ちょっと同じ志の部分もあるじですかあの僕がいつもお相談しているのが別所さんで<ー>あの僕がディレクションをするようになったのも別所さんがきっかけをくださってという方なんで移動映僕がやっているショートフィルムの映画祭に匠さんが匠く君が来てくれて。 でいろんな相談を受けた時にあのショートフィルムの映画監督お願いしたらぜひやりたいですとおっしゃってくれてそこがスタートだったところもあるんですけどそのご縁もあってこのエリック・クー監督もこの東京国際映画祭にいらっしゃった時に匠君に紹介したことがきっかけでこんなふうな形になってシンガポールのこの作品に一緒に出られたことは本当にす晴らしいことですよね。はい 別所さんにとっても本当に感無量のこう出会いをつないだ、ね、そして関わっているお仕事になったわけですよね。 そうですね僕にとっては井原さんは本当にあの舞台にも出られたりそれからさまざまな活動をされているもう本当に若い頃からあの先輩として背中を僕も追いかけてた方ですしそれから斎藤工君とはこうやって僕がやっている映画祭やそれからエリック・クー監督の出会いがこういうふうにつながっていくっていうのはなんか不思議な気分ですけどでもこうやってそれが形になるんだなって本当にあの思います。いかかがですかそうやってやっってぱりこう ある意味国際交流もあって本当に映画を広げるというまあ志の中で立ってらっしゃる皆さんがこの映画に関わってどんな今後映画作りになっていったらいいというふうに感じますか別所さんはどういうふうに感じてますか いやまさにこういうあの合作映画っていうとあの今回はシンガポール、日本、フランスですけどもうどんどん国境を越えていろんな人たちがここ日本に来ても実はいろんな撮影をされてますし、えー、若い映像作家の皆さんやそれから俳優であったり監督であったりプロデューサーであったりっていう垣根を越えてみんながものづくりができるそんなここ日本になったらいいなと思いますいいですよね斎、えー、藤さんはどう思いますかそうですねあのこれシンガポールののキャストの方たちも非常にこうクリエ 棚が多くてお母さん役の,あの井原さんの奥さん役のジネットさんは絵本作家でもあるんですけどショートフィルムのディレクターでもあってあのまさに去年ショートショートフィルムフェスティバルに、はい、ディレクターとして来日していたりそしてて東京の街を撮ってくれたんですマーク・リーも、まあ、コメディアンでもありながら歌手でもあり彼もディレクターでもあったり本当にそのシンガポールという国自体が本当に多面的な。 あのクリエイティブな要素をたくさん持っていってあのここに集まるべき、えー、人たちが集まったってその中に入れることがとっても幸せでしょうね、はい、井原さんもそういった皆さんとのエリック・空間とこの現場っていうのはやっっぱり貴重な体験だったんですごく心地よかったし、あのー、いろんなことを受け入れてくれる監督だったので、あのー、非常に。 ややりすすかったですねそれとなんか僕思うのにやっぱりこの食をまあある種こうテーマにしたものってやっぱり食って全世界でやっぱり家族の味ってそれぞれどんな国にもあると思うんですよねそこからつながっていく家族の思い出もさまざまな国にあると思うんですよねそれがすごくなんかこういろんな国でこの映画がなんかこう見られる一つの要素じゃないかなってすごく思いますね。ありがとううございいまますす ね、全世界で見ていただいている映画なわけなんですけれども、斎藤工さん、はい、実はこの映,映画をご覧になったとある俳優さんが、もう斎藤工さんのことを僕が多少の報酬を支払ってる可能性ありますね、それ、言ってもらってる可能性ありますね、<laughs> い,やいやいや、そんなことないと思いますけれども、あの俳優の竹中直人さんなんですよ。え ケナカさんからのコメントをちょっと私読んでみたいと思いますよスクリーンを見ながら斉藤匠の汚れなきお芝居に圧倒されたまるで少年のような匠くんのあり方純粋すぎる匠に乾杯というコメントをいただきましたありがとうございますそれひょっとして汚れなきじゃないですか汚れなきですか汚れなき汚れなき汚れなきですすみません はい、もうね、感じに弱いんですよ、そうです、汚がれできでございます <laughs>、はい、僕もいつか怒りながら笑いたいと思います、はい、<laughs> いやでもね、素晴らしい、本当に純粋なね、皆さんご覧になった方々、<も>お分かりだと思いますけど、本当、ピュアなこの感情っていうのがっていうのをされててあの、エリック・が作ってくださった現場の空気、うん、世界観の、はい、なす技でしたね。はい あと親父役の僕がピュアですから、そうですね。<laughs> その D.N.A を受け継いでいる。<laughs> いやおじもピュアですから。いやその通りです。<laughs> 山本新左このおじはもう本当にピュアな一家なので。<laughs> そうですよね。<laughs> はい、さあそんなんですねあの山本家の皆様にあのお祝いの実はサプライズメッセージが届いております。はい、なんと共演者の松田聖子さんからです。 皆さんこんこにちは松田聖子ですいよいよ家族のレシピ公開されましたえ今日は初日にこうして皆さんお越しいただきまして本当にありがとうございますえ私もぜひ舞台挨拶に、えー、お邪魔したかったんですがコンサートと重なってしまって、えー、伺うことができずに本当にすみません、えー、この映画食をテーマにした とても素晴らしい家族の物語です私はこの映画に出演させていただけてとっても幸せでした斉藤さんとも本当にこの映画の中で素晴らしい経験をさせていただいたしそして監督ともご一緒できていろんなことを教えていただきました私は伊原さんと別所さんとは映画の中ではあのご一緒する機会はシーンはなかったんですがえー 撮影以外のところでは、えー、一緒にお食事をさせていただいたりとても楽しい時間を過ごすことができました、えー、本当にこの映画家族のレシピ素晴らしい物語ですたくさんの皆さんにご覧いただけましたら嬉しいです家族のレシピどうぞよろしくお願いいたします じゃあ聖子さんからの、はい、コメントでございましたが、斎藤匠さん、いかがでございましたでしょうかそうですね、それまでの時間が嘘かのように、なんか浄化されましたね、すべてが、本当にありがたい、ご好が見えますね、相変わらず、聖子さんからは。共演シーンもすごく素敵で、はい、そうですね、本当にナチュラルというか、でも今、皆さんもお聞きになったように、聖子さんの声の色、色というか、なんか耳なじみある、 聖子さんのあの言葉っていうものにマサトはどこかあのま両親を失ったマサトがあのそうですねぽっかり空いた穴をあの聖子さんの存在に埋めていただいていくというもうまさに聖子さんに僕も撮影現場でも助けられながらあのいざなっていただきましたねはいそしてあの別所さんと伊原さんはね撮影シーンご一緒じゃなかったですけれどもお食事なんか 一緒に行きましたみたいなことを松田聖子さんおっしゃってましたけれどもいいかかがでしたかはい、あの僕は、まあ、なネタバレしちゃうからな <laughs> あんまり言えませんけれどもそうですねあのまず松田聖子さん僕あの「大人の選択っていう20代の頃に出たドラマでは共演させていただいてそこではキスシーンがあったんですけど実はそれが撮影初日だったんですけど。 今回はごございません <laughs> あのご自身もおっしゃってたようにがですがいやシンガポールでああ匠君演じる主人公とこんなにいろんなカラフルなシーンがあるんだと僕もあの皆さんにそれを大きなスクリーンで見ていただきたいですしなんか若かりし頃あの聖子さんと共演したあの日のあの自分をちょっと思い出した次第でございます。<laughs> キスシーンがあるかどうかはご自身でご確認ください。はい。はい。わ <laughs>、はい、かりました。井原さんは松田聖子さんとお食事行かれたんですか。はい、ああ、二度ほどみんなで食事してたまたま隣だったので、まあいろんな話をして、あのまあ僕松田聖子さんといえば、まあすごく思い出したのがやっぱりラーメン屋でですね、高校一年生の時に友達とラーメンを食べてて。 そこでこうテレビがあって松田聖子さんが歌ってたんですよねそれを友達で「おお最近この松田聖子かわいいなーええー?」とかっていう話をすごくしててその松田聖子さんが俺の隣で一緒にご飯食べてるんやと思ってんでラーメンの話かと思ってすごくあの <laughs> 不思議な感じでしたつながりましたね、はい 完全に繋がった完全に未来予想というかね、うん、予言でし、ね、やっぱり食をテーマにした、ね、映画ですから、そうやって繋がっていくんだなと思って、<laughs> 運命でございましたね、やや無理はあった気もしますけど、<laughs> 見事でございます <laughs> さて、本日なんですけれども、3月9日、サンキューの日ということで、ご来場の皆様に映画特製のエリック・クー監督が描いた匠クッキーをプレゼントさせていただきました。皆さんもらえましたか はい、いはい、<っ>こちらでございます。賞味期限。ラーメン味の。<laughs> ちょっっと待ってよはい、五、ね、月五日までね、で賞味期限あります。はい、ちなみに、これね、あの取材の方初めてね、これなるんですもんね。<laughs> これ、エリック空監督が撮影中にも、パパッとね、あの書いてくださった、僕の似顔絵なんですよね。それを。はい、エリックからの思いと。一年後に食べると、ラーメン味。なるほど、発酵して、いい感じに。井原さん。 <laughs> <laughs> ということで、最後にこれから映画の大ヒット祈願を皆さんで行いたいと思います。はい、さあ、それではこちらご登場いただきましょう。今回、撮影地の高崎市からま調整後、さん巨大なだるまちゃんが到着しております。わ、はあ、い。 いいですすね、<ー>思っったたよりちょっと説明させていただきます群馬県高崎市は全国一のだるまの生産地でございますこの高崎だるま群馬県のふるさと伝統工芸品に指定されております眉毛がつる口ひげが亀日本の吉祥を象徴する動物を表しておりまして<ー>まただるまは転がしてもすぐ起きることから七転び八起きどんな困難にも対処できる落ち着いた心と忍耐力を表しているということでございます。えー そして、このお腹の金文字、あ、白文字でございますね。はい。今回は、家族のレシピの大ヒット祈願、ということで。この映画のための、オリジナルということで、作っていただきました。へえ<ー>。ありがとうございます。じゃ、あ、俺、最初に入れて。あ、お願いします。お父さん。仕上げてもらおうか。父さん、さんお願いします。俺、目が細いんで、これ。あ,あ。<laughs> いいねー。ね、このままでもね。なんか、あんまりヒットしなさそうですけどね。<laughs> なんか。じゃ、ちょっと、これ、初めて見ました。<laughs> これ。 新しいですね井原さんじゃあ僕はここにこれ、はい、これどうすっ…かなペシオさんどうしてますはいこれ、えーえー、ちょっと待って <laughs> <laughs> これちょっと時間もらていい、まあね、このご兄弟の冷静に対応する息子さんすごいですね。まあまあすねいや,、ね、いやこれはもうねちょっと円形にさせていただきますよ。またどうしてんの？いやもうねよすみよこピザのように<え>ピザのように出てきますよ。この時間なんだろうな。<laughs> 自由な先輩方のねそねこのバッテンをうまく。 どうやって今コーティングされてるんでしょうかこれねまたあんまり出ないペンですね僕は変えてあげようかいやでもこれでだるまの目左から入れるか知ってますかあわ分からないです僕も知りませんでしょうねこれ必ず左からですかねでもそうしだいぶ丸になったんですけどねいい感じに仕上げていただきこれでいいですかねなんとなくどんなはい すごいシ。シンプルで、ね、見事命令完成したので、映画の大ヒッ間違いなしです。<laughs> はい、拍手。あ、こうこういう感じですか。皆さんも寄っていただい方がいいと思います。寄っていただい方がいいと思います。<laughs> <laughs> すいません。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> じゃちょっとこれあのお時間ないので目,目線はそんなできないので、はい。じゃ斉藤卓美さん命令していかがでしたか。あ、マイク。 ございますか？メールあそうですね、はい。はい、もう大丈夫ですよ。はい、はい、どうでしたか？命令はそうですね。でも、はい、本当にこの映画は高崎市があの全面協力してくださってできた映画ですし。し、はい、あ、すいません。ありがとうございます。あの、シンガポールスタッフもエリックじめ。みんな高崎のロケーションだったり、人たち文化にあの恋をしてそこから始まったので。 本当高崎とシンガポール、日本とシンガポールをつないだ映画の象徴だと思いますんで嬉しい限りです。はい、はい、ありがとうございました。<laughs> さあ、それでは最後に写真撮影になるんですが、その前に、あの、この映画を代表いたしまして、改めて斉藤匠さんから。これから映画を見る方に向けてのメッセージをお願いできればと思います。はい、えっ、ー、と、僕は内容というよりは、この映画の。 まあプロセスそしてこう展開の仕方、まあ、世界40カ国近くで上映されて僕自身もですねあの、まあ、本国シンガポールそしてパリサンセバスチャンベルリンだったりニューヨークいろんなあの地域に寄り添わせていただいてこの作品の展開を見てきましたけどやっぱり多くの日本映画がやっぱ国内に向けて当然作られているんですけどエリック・クーそしてアジアの多くのクリエイターが世界を見て。 え世界中の劇場にめがけて映画制作をしているというなんていうんですかねその一端を見て僕も日本映画に関わる人間としてやっぱり日本で映画を作るってどうしても興行があの大事になってくるんで損をしないっていうことが大前提としてプロジェクトが始動しがちですけど映画の世界の。 食とと同じように共通言語として世界中に映画館がたくさんあってアジアの映画特に日本の映画を待っている世界の映画ファンはたくさんいるってことに今回エリックに教えられましたなのでこの映画の持つ意味っていうのはあのとってもアジアの日本で映画にかかる人間としてはとっても大きなメッセージを僕自身いただきましたはい、えー、そうですねそしてこの作品にはもう一つ大きなあの日本とシンガポールの大事な歴史が 描かれていますこれはほとんどの日本の方は知らなかったんじゃないかなと思うシンガポール側から見た一つの歴史それを踏まえた上でシンガポールの方たちは日本の方たちと日本の僕らを受け入れてくれているんだなという あのとってもここは大事なあの、うん、僕は学びがありましたしこの作品を日本で公開する大きな意義と意味になっていますこの作品、えー、皆さんで、えー、育てて大切な人から大切な人へ届けていける、えー、その作品だと思ってますので家族のレシピを応援してください。よろしししくお願いいまますありがとうございました